えばその中だと乳がん、子宮がん、卵巣がん、まあこれ簡単なんでこれでいきますれば、まあこれ女性三大がんですよね。はい、なのでまあね、よく、まあ、他の人でもね、例えばこういう病気になる人は女性性を否定してるみたいなこと言うわけだ。これ分かるんですよ。別に何も悪い言葉ではないんですよ。なんだけど、これ女性性の否定って言っちゃうと、これ区別全然つかないですよね。全部女性性の否定終わっちゃうから、区別はつかないんで、これもうちょっと細かく言いたいんですよ。はい、で、このこれらの、まあ、今これがんだ、がんだからがんに基づいた言葉をつけなきゃいけないけど、がんじゃなくても同じです。で、何でもできるんで、これで、この文字とか意味とかありますよね、イメージ。はい、子宮だと子宮のイメージとか、文字の意味とかありますけど、そっから、はい、言葉を作るんです。精神性を表す言葉。はい、これが、はい、練習。これで、連想ゲームです。まあ、専門用語では十連想法っていうんだけど、はい、これがちょっとできないと精神分析で最初につまずいちゃうんですね。で、まあ、これ上半身下半身、これ見える見えないよね。これここにちょっと小ささがあるんですけど、例えば子宮がん、はい、まあこれ大体ね、どこ行ってもみんな言ってくれるん でそれをみんな一応ね、これ今例として紹介しておくと、子宮の意味を考えたりとか文字の意味とかを考えて、そこから文字を作る。で、できるだけ簡単な精神用語を作るのがポイントです。これはね、慣れてる人っていうか、実際にコンサルとかカウンセリングとかやってる人ほど下手です。はい、頭で変換しすぎちゃうの、ね、じゃなくて、最初の言葉っていうか、簡単な言葉を作るのは結構大事になります。で、これ、ここに精神用語を入れなきゃいけない。だから子宮の意味考えればいいわけですね。で、これ子供の宮ですよね。はい、宮って皆さんご存知の家とか宮殿の宮になりますから、これは子供の家なんだっていうことですよね。で実際それが体の中にある。だから子供がその中で育って大きくなっていくっていう、そういう話になるわけですよね。でそうすると、がんは大体まあみんな否定形で取ることが多い。まあ、がんで手術して取る場合もあるし、がん大きくなったらどっちしろその時潰れちゃうから。だからそうすると、例えばここにみんな入れるのは、例えば育つ場所だから育てたくないとか作るの。これはこれでメタファーできました。はい、でこれじゃなくてもいいんです。他でもいいんだけど、なんか長ったらしいやつでもダメ。長ったらしいやつの中にもバスっていうか、はい、ルール守ってないってことなので、メタファーのルール守ってない、はい、っていうこと。連想は何でもできるから、いろんな言葉は出てくる可能性はあるけれども、長ったらしいやつはすでにシンプルさがないのでダメ。ルールがあるんです、メタファー。これは卵の巣ですから、これ育つ場所ないので、まあ、材料否定みたいな感じだから、例えば子作りとかね、